かなちゃんとの共演シーン少なくて残念。かなちゃんと仲いいみたいだもんね。顔合わせの時も一緒に来てたし。主演グループララライグループに私の彼氏溢れ出る陰のオーラがすごいもんな。ちょっと親近感。お、かなちゃんのこと見てるの？ああって、一応私アカネ、有馬に勝ちたいんだろう。このままじゃ負けるぞ、大差でな。ぷくー、怒るなら怒れよ。感情表現子供か。